バルセロナでの FGC の列車自動券売機、カタルーニャ公営鉄道は、カタルーニャ州の鉄道事業者である。FGC と略され、140km の狂気路線と 42km の標準気路線及び 89km の高気路線を有する。また、2つのメーターゲージのラック式鉄道と4つのケーブルカーの路線を有するが、これらの路線網は、 すべてが接続しているわけではない。FGC はバルセロナの通勤路線網のうちのいくつかを運営し、全路線が架空電車線方式で電化されている。この路線網はバルセロナのカタルーニャ広場駅より伸びる標準機路線とエスパーニャ広場駅より伸びるメーターゲージ路線に対別される。S 線は都市近郊路線であり、ドイツの S バーンに相当する。 R 線は通勤路線である。L 線は地下鉄である。FGC の運営する2つの登山鉄道いずれもメーターゲージのアプト式登山鉄道である。FGC はまたケーブルカーも運営している。2005年に1月にリエイダからラポブラデセグラまでの秘伝加工機路線をレンフェから譲渡された。この路線はカタルーニア州で最も錆びれた路線である。 リエイダからバラゲーまでの区間は最近に中古レールによって改良されたが、それより北の区間はゾッとするような状態である。FGC はこの路線に関していくつかの案を検討している。ありがとうございます。